ラジオエジオです、えー、昨べはめっちゃ早く寝まして僕としてはで <laughs>、ね、結構今日は睡眠をとりましたねで朝、えー、起きてみますと昨日必死になって作っためっちゃ長時間かけて作った相場天気予報に、えー、例の黄色マークがついておりましてまあ、これは皆さんには見えないんですよねあのー 投稿者でないと見えなくて、まあ、投稿者が、その、要するに管理画面みたいなところで見るとわかるやつなんですが、黄色マークっていうのは、まあ、広告制限というやつで、ええー、まあ、一生懸命作ったけど、残念でしたねっていう <laughs>、そういうマークなんですよ。はい。まあ、あの、要は、あの、ええー、サムネイルにね、 え、いわゆる、新型コロナというね、文言が入っていたのがおそらく問題だと思うわけで、それを、決してね、そして違うタイトルにして、今、広告審査再申請してますけど、ダメかもね <laughs>。もうね、疲れた。もう疲れた。もうめんどくさい、もう。 だってさ、この、今のこの状況の中で、新型コロナの話をせずに、相場が語れるか <laughs> 語れんやん。だからしょうがないじゃん。だけどそれが入ると、もうダメだよーって言われるからさ、まあしょうがないね。もう、あとこのサブチャンネルもさ、もう1ヶ月も新、ね収益化の申請してから1ヶ月も経つのにさ、全くの、 リアクションで収益化がされません。まあ1ヶ月で以内に収益化,化されますよっていうのが一応お約束なんですけどね。まあ調べてみると伸びる場合もあるよと。その場合はただひたすら待ちなさいと書いてあるんですけどね。待ってるよ待ってるけど。<laughs> でもそのあたりで結構もうなんかね、疲れましてね。もうどうでもいいか <laughs>。 という、ちょっと、えー、投げやりな、というか <laughs>、疲れた。<laughs> 本当にもう、そういうのいろいろ考えるのが疲れた。ああ、そんな朝でございます。で、今日はね、えー、相場がないんでね、どうしようと。まあ今日は走る日なので走るんだけれども、それで何をやろうかなと。単身もね、まあ、ドル円も、 えー、まあ225先物も,もそんな動いてないし、まあ、アメリカが170上がってきたっていうことでねまあ悪い状態ではないんだけれどもドル円ドル円はまあ低位置で横ばいしてるし225はちょっと下がったけどまあそんなに大したことないまあ、えー、月曜日の終値と同じぐらいのところにいるしまあ、ちょっと下だけど。 ぐらいの感じ同じぐらいかなにいるし。だからまあそんなことで特に今日は相場に対するコメントもないし。<laughs> そんな朝でございますけれどもまあ、えー、早寝早起き生活をねちょっとやってみようと思ってますけどうんどうなんですかね <laughs> うん。体にはいいんでしょうね。<laughs> まあとにかく、えー、爽やかに目覚めましたが、割と、あのー、眠れましてね。だけど、黄色マークから始まったという。まあ、まずね、だから、の管理画面があるんですけど、携帯で見れるんですけど、携帯で管理画面を見るわけよ。そ管理画面を見て、で、まあ、大丈夫か、まあ、だから僕は再生数よりも、うん、その収益化が <laughs> 大丈夫かどうかっていう。 えー、問題が今一番頭にあるので、それを見るんですけど、黄色っていうね。まあだからこれがグリーンだと安心するんですけどね。黄色っていうことで、はえ<い> <laughs> またみたいな。<laughs> やっぱり新型コロナがダメなのかなみたいなで、ね、もだから喋れないじゃないかな。そう、この話をしただけでもダメなんじゃないかなとで、こんなの <laughs>、あの、サムネにして、 まあこれ大丈夫だと思うけど <laughs>。いや、良くないかもしれないね。こんなのやるとね。うん。まあね、そんな感じです。もう疲れた。いや、体は楽なんですけど、心は疲れた。へ